はい、どうも、レギです。今回なんですけど、このクイックバスケットのステージって、まあ、エリアが、縄張りバトルなんだけど、エリアがあるんですよ。で、エリアを取ると、まあ、自動的にさ、汚く塗っても、まあ、エリア塗ったみたいな感じで、取れるんですよ。パシャーンって。パシャーンって取れるんだけど、今回それだけ利用して、もしかしたら引き分けできるんじゃないかなと思ったので、エリアだけ塗って、てかでもさ、そうだよね、3個ずつ取ったらさ、てか普通に考えてさ、3個ずつ取ったらさ、引き分けだよね。むしろ引き分けになんないとおかしいみたいなとこあるんで、ちょっと検証してみたいと思います。はい、間違えしました。ということでですね、今この線が出てるところ、パシャーって線が出てるところを、ここだけ塗っていきたいと思います。俺今朝さ、ここでさ、煽るだけの縄張りバトルやったんですけど、すげえ面白かった。それを見せたかった。見てくれました、あの動画。結構盛り上がったんですよ、自分の中では。自分の中ではなんか、このずっとペチペチする行為。なんかこれ、すがすがしいよね。で、あと塗り方なんだけど、これ出ないようにしないといけないから。なんか、うまいこと、地面向かって、下向いて打つ。あ、オッケーオッケーオッケー。こうやって自動、パシャーンって取れるんで、まあ、こんな感じでやっていきましょう。で、真ん中周辺から塗っていかないと、はみ出ちゃう。絶対はみ出ちゃうから、はい、とりあえず、できるだけギリギリを狙わないように。ギリギリ狙っちゃうとマジではみ出ちゃうから。いけそうなとこだけを狙ってやっていきましょう。もうちょいかな。もうちょい。あ、オッケー、いいね。2個目完成。まあ、こんな感じで敵陣地3個、自軍3個あるので、ここだけ塗ればね、絶対引き分けですよ。てか普通に考えてさ、マジ引き分け、ここなんないとおかしくない？おかしいよね。だって同じエリアなのにさ、ポイント違ったらちょっと不利になっちゃうもんね。よし。よしよしよし、オッケー、完成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 、完成しました。じゃあ、あとは、怖いので、帰っておきましょう。これ待機だ。うわ、ドキドキする。どうだ？え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 ？ 3 ポイント違うんだけど、え？ちょっと逆にしてみよっか。ちょっとよくわからないので、アルファとブラボだけ変えました。ちょっとまた3分間使って、塗っていきたいと思います。はみ出てない。こっちもはみ出てない。最後もはみ出てない。てかめっちゃ綺麗だね。マップ上から見ても問題ない。ちょっとこれで引き分けになるか見てみよう。なんで？引き分けじゃない。不公平じゃん、これ。